はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さんやっていきましょう。さあ、なんかとんでもないことになりました。さあ、イワシね、あ、表情ね、あ、表情するか。あ、マサトラさんできるんだ。遠藤さん、江村さんで、福留さん、もうあとは上昇指示なんもないでしょ。うん、なので、主命伝達は、あ、兵士減ったね。内政優先でいいでしょう。ね、もう、うん。さあ、イワシとなると海側なので、まず船井の町行きましょうか。で、座で売却ね。そば、あ、249だったんだね。お、12巻化けたね。そばで12巻行ったのは初めてじゃない？なことないかな。あ、イワシあった。250個も買わなくていいんだけどね。じゃあこれで帰りましょう。民家いますか？あ、あ、勝久さんいたね。ちょっとびっくりするぐらい悪い人だ、これ。ねえ、でもこの人、あれなんだよね。武士になる気はなかったと思います、確か。さあ、本拠に帰還しましょう。あ、しまった。外交しようとしてたんだ。はい、お帰りなさいませ。あ、誰も帰ってきてないね。はい。じゃあ、診療所に行きましょう。はい、先生、今からお仕事ですかと。イワシを欲しがっておったら壊せてやろうかと食べさせると。はい、焼いて持ってこさせようと。はい、これは見事なイワシでございますな。こんなに食欲が出たのは久しぶりですと。よく肥えておるのはなかなかのものじゃと。今度こそもう思い残すことはございません。もう何を聞いても驚かな。さっさと言ってしまいなさい。母はすっかり見透かされておりますな。先生はカステラというものをご存知ですか？南蛮渡来の食べ物らしいのですが、少し前に聞いたそのカステラの話をふと思い出した次第でございます。甘くてかぐわしい何とも言えぬ絶品だそうでございます。先生もさすがにこれはと。わかったわかった、カステラじゃなと。南蛮商館に行けばあるじゃの、訪れる機会もあるかもしれぬ。本当にもう何とお詫びしてよいやら、買ってくると決めたわけではない。あまり期待はせぬようにと。恐縮ですと。戻って、じゃあ、鑑定できるものありましたね。なかなかいいぞって言ってましたから。目利き、ふむ、これは、ニッタ？ニッタ片付き。あー、お、価値毒だ。はい。じゃあね、南蛮商館行きましょうか。平戸の町だったよね。はい。あなたはモブだね。小源太さん。で、じゃあ行きましょう。ようこそ、これはこれはと。あ、購入じゃないね、ごめんなさい、売却です。あ、イワシ、あ、3貫そらダメだ。で、俵物9貫、うん、俵物だね。あ、でも鉄21貫ちょっと高いけど、高いね、鉄高いわ。俵物でいこう。で、南蛮商館だね。おお、畠山義綱さんだったね、いらっしゃいと。南蛮物購入ね、カステラ。あ、あったカステラね。はい。一つ二貫になりますと。10個ぐらいでいいんじゃない？はい。はい。ありがとうね、と。あ、売却じゃない、ごめんなさい。あ、出てきたわ。ロザリオ。買っとこう。で、はい、銀時計。まあ、今更買っても仕方ないんだけどね。ありがとうね、と。一応聖書、16個しかないから、もうみんな買っていきましょうか。おお、7出てきた。あ、世界図屏風。はい。はい、いいですよ、と。金はね。お、金時計も出てきて。いっぱい出てきたね。宝冠。はい。まあ、買ってもね。プラスならないんですけどね、私にはね、もうね、マックス15ついてますので。さあ、じゃあ、民家は、あ、いるわ、江上さん。うおぉ、なんか強そうな人。どんな人？あ、まあまあだね。うん、なかなかいいです。龍造寺家臣。おぉ、勧誘してみましょう。あ、それはできませんと。なあ、お茶しましょうか。素晴らしいとね。で、勧誘しましょう。うん、来てくれましたね。じゃあお次。
後藤さん、あ、この人来ないわ、お医者さんだ。いや、拙者は医者には、武士になるつもりはございませんと。はい、で次カステラね。あ、江上さん帰ってきてるね。皆さん帰ってきてないよね、まだね。おさほねさんまだ終わってないもんね。有馬さん、うん、帰ってないね。はい、まだ帰ってないわね。うん、誰も帰ってきてないわ。診療所行きましょう。先生、今からお仕事ですかと。カステラ欲しがっておったなと、食わせてあげましょう。うん、そうだ、飛び吉殿の食いたいと言っておったカステラを手に入れてきたぞと。あいだだ見るのは初めてであろうと。これがカステラ、まるで黄金焼いたようですんな。しかもこの甘くてうまいかと。頑張って生きてきた甲斐がありました。お腹減ってきちゃった。喜んでもらえて幸いじゃ。で、次は何かなだ。もう次行くぞと。少し私の身の上をお話しいたします。お聞きくださると。おや、私は親の顔を知りません。捨て子だったのです。里親は私を愛してくれませんでした。労働力と見込んで私を育てたのです。一日の休みもない辛い労働に耐えかねて、ついに家を飛び出したのが12の時です。それが私の旅の始まりでした。住みかもなく、家族もなく、頼るべき人もなく、どこかに腰を落ち着けることも考えましたが、私は他人との深い付き合いが生じるのが怖くてできませんでした。私がここにたどり着いた時の状況は嘘ではありません。本当にもう終わりだという思いだったのです。しかし、体の方は日に日に良くなっていきました。死んでしまうかもしれないという考えはすぐになくなってしまいました。にもかかわらず、その後いろいろなわがままであなた様を困らせたのは、先生を試す気持ちがあったからです。あ、なんかいい方向に行ってる気がするね。何の見返りも期待しない親切というものがこの世にあるものかどうかということを。しかし先生は私のろくでもない望みを全て聞き入れてくださいました。私の皮肉な企みは打ち砕かれたのです。お腹立ちですか？でしたら私はどんな責めでも受けましょう。それだけのことをしてしまったのですから。そうであったか。黙っておればわからなかったものをよく正直に話してくれた。ではもう、とうに体の方は良いのじゃなと。まだ私めのことを心配してくださいますか。この不義理者をと。今こそ目が覚めました。これまでも私は様々な人に手を差し伸べてもらっていたのですね。ただ、私にはその手を取る勇気がなかった。もう一方の手で打たれるのを恐れるあまり、これからは虐げられた者として、いじけて生きるのではなく、自らの人々の輪の中に入っていこうと思います。きっと私の力で助けることのできる人もいることでしょう。子供の頃の私のようなと。あなた様は私の中に はびこっていた真の死の病を治してくださった。心を殺してしまう病を。先生はこの上ない命でございます。私は今この時から生まれ変わります。そうあってくれればわしも誠に嬉しいと。はい、頑張ります。これは今までの恩返しでございます。飛び吉はそう言って金の詰まった袋を差し出した。これはかなりの額のようだな。人を信じられぬ分、金を大事にしておったのであろうかと。いや、もう受け取らないでいきましょう。もう私金あるもん。受け取らないと。それはいかん。お主は今、人のために働くとそう申したではないか。金は決して万能ではないが、非常に役に立つこともある。お主が人のために使いなさいと。偉いねえ、義経さん。わかりました。でもこのくらいは何としても受け取っていただきますぞと。富吉は袋の中から1000貫分だけを取り出して、無理に受け取らせた。ということは、富吉さんは1000貫だけ持っていったということね。そうか、1000貫分だけ取り出して無理で受け取らせたら、それが1000貫増えるのか。たった1000貫今だったらたった1000貫になっちゃうね。では私はまた旅に出ます。今度は逃げるためではなく、進むために。今6万4000貫だから6万5000貫になるのかな。あ、達者でなと。名残惜しいですが、失礼いたしますと。飛び吉は去っていった。人を治すのは薬ばかりではないのだなと。あ、お金増えてないわ。いや、わかんない、もう。で、あと、そうだ、コメントでいただいたのを思い出したんですけど、先週ね、もう何日も経っちゃってますけど、このゲームで、宮本武蔵さんがいるみたいですね。私ね、宮本武蔵さんは多分見たことないと思うんですけど、佐々木小次郎さんみたいな気がします。このゲームではないですよ。あ、このゲームではない。この実況ではないですけど、裏でやっててみたいな気がしますね、佐々木小次郎さんは。見たような気がするんですけど、ただね、
ね、コメント返しでもしたと思うんですけど、私あの武蔵って言われるとね、あのマカカーラで武蔵さん出てきたでしょ、あれがピンって引っかかっちゃうので、見たかもしれないと思ってるかもしれないですけど、でも多分ね武蔵さんは見てないです。宮本武蔵さんこの、あのこのゲームでは見てないと思いますね。はい、さあどうなるのこの後。はい、じゃあ引っ越そう。うん、じゃあね、表情指定ないでしょ。うん、だったらば引っ越しましょう。拠点移動、あとどっ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、合戦できる？合戦って メニューがないもんね。合戦だからできないんだこれ。うん、もう合戦できないよね。はあ、ちなみに、勢力攻略できる、一つもありませんよ。だもんね。はい、なら引っ越ししましょう。じゃあとりあえずはあれだね、秀吉さんに、あ、秀吉さんじゃないわ、家康さんに近いところ、長島城か、岐阜城もいいね、岐阜城行こっかね。え、はい、さあ帰りましょう。ああいうお家だったんだね。お金増えてないのがちょっとえっていう感じなんですけど、さあ城に入って、あ、締め寄られた方が少ないね。皆さん帰ってくるまで待とうか。殿はご存知ですかと、芸術品がお好みなのね。民信さん知ってると思うんですけどね、愛昇進はしません。じゃあね、主名で家老いる、あ、いるね。はい、外交同盟ないね。破棄、あ、支配だ、これこれ、支配、和睦なんかないもんね。え、徳川家めちゃくちゃ悪くなってるじゃん、これ赤いの悪いよね。はい、めちゃくちゃ怒ってんだ。ああ。で、あと前野さんは、ああなるほど、徳川潰さないといけないのね。まあ、まず支配で一発ジャブかましましょう。で朝廷、はあ、あら、元でないの？そうか、支配には元でいらないのか、高圧的に行くから。ミキさん、ミキさん、まあこれで行こうか。はい、以上でよろしゅうございますかと。はい、以上でよろしゅうございますと。とりあえず他の人には仕事はさせずに、じゃあ私は内政しときましょうか。増築ね。はい、いやー、まさかこんなにね、まだまだ時間、だ、徳川倒したら終わりか。そうだね、きっとね。これ違うかな、いや、これ多分こうだな。いやいや、ちょっとびっくりしちゃった。これこうかな、あ、そうだね、こうだね、でこうだね、終わりだと。あ、徳川同盟だからダメなのか。でこれで支配になったら多分終われるんだね。なるほど、徳川さんかなり怒ってたね。あんなに怒ってるとは思わなかった。そう、結構、あ、織田やっつけたからかな。はい、ということは徳川ともやり合うことになるのかな。はい、また2度目行ってんのね。さあ、はい、お帰りなさいませと。じゃあ徳川との関係がどうなるのかっていうのもあるんで、案外支配入ってくれちゃうとエンディングになるかもわかんないね。この後お茶にしましょうか。あ、ダメじゃん。はい、いません、いません、いませんね。あ、いた、贈り物武具ね。で、吉川さんいません。
深見さんね、お茶にしましょうか。うん、さあ城変えて主命を得られた方が、さああと、妻と話しましょう。で、表情の真似まだ終わってないんだね。うん、おと何なさいますか。そうだね、人事、主命伝達で、もう内政だね。で、明智のみっちゃんにまたあれしましょう、支配を。お、忍者も出てきた今度は。はあ、ああ任せれんのか、こうやって。でも徳が送っちゃってるからダメだと。はい、じゃあちょっと家老の方には支配しまくりましょうか。はい、で家老の方は支配お願いしちゃいましょう。はい、で、結構過労ね、過労の方いっぱいいるんで、私のとこには。はい。で、もう長期修行する人は、まあ修行ね、行く人は支配にしてもらいましょう。ここは落ちないだろうな。とりあえず行ってもらいましょう。はい。で、じゃあ私どうすんのだね。時間来ちゃったね。とりあえず終わりましょうか。じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。